歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回の動画は批判動画に来た批判コメントに返す批判動画になります。先日三橋氏のレッスンを私が悪霊として動画をアップいたしました。まあ、そのね、悪霊というところにやはり引っかかってきたと思うんですけれども、おそらくその三橋氏の、信者さんというかね、きっと三橋氏のレッスンが好きな方なのかなと思うんですけれども、今日ですね、私ラウンドレッスンの予定だったんです。でスタートが6時36分だったので早かったんですよ。で4時半前には起きなきゃなと思ってて、目覚まし鳴る前に起きて、で携帯確認したら1時間前にコメントが入っていたと。ですから3時過ぎぐらいにコメントが入っていたと。お、朝早くからすごいなと思って、まあ夜勤明けなのかご年配で朝早くから起きてるのかどっちなんだろうなと思いつつコメントを見てみましたら、まあ、早速コメント紹介していきますけど、三橋コーチはキャリアが長いゴルファーだからスイングの根幹を修正することはしませんと明確に伝えていませんか。軽はずみに他人の指導を悪霊とか批判するのは人間としてどうかと思いますね。キャリアが長い人ほどグリップやアドレスを変えることは難しいし、変えることでスイングをぶち壊す可能性がありますよ。私はオーバーラッピングですが、インターロッキングに変えただけで初心者のような打球しか打てなくなりますと。でそれに対して私、返信させてもらったのが、私のチャンネルで私の意見を述べているだけですが、軽はずみというあなたのコメント私に対してかなり失礼極まりない。そして人間としてどうかというのは誹謗中傷です。キャリアが長い人云々とありますが、あなたの意見があるならばあなた自身で発信すればいかが。私の意見とは合いませんから、何言ってんの、かっこ、何言ってんのクエスチョンとしか思いませんよ。あなたは三橋氏が好きなのか何なのか知りませんが、人のこと言う前にあなた自身がどうかと思いますよ。早朝からムカつくコメントご苦労様でしたと。はい。でそれに対して、はい、またコメントが長々と来ました。お、何これ、いいねが1ついてる。自分で押したのかな。公開されているコメント欄で動画内容に関する試験を書いているだけです。コーチを生業としている他人の指導を当事者にその経緯や意図も確認せずに動画リンクを貼って悪霊と不特定多数に発信する行為に正当性がありますか。そのような言動を取る者の人間性を疑ったり、軽はずみと論評することが誹謗中傷ですか。あなた様の価値観や正義が違うのであればそれは尊重します。こちらこそ朝から感情的な返信を書かせてしまいまして恐縮、なんだこれ、恐縮支局です。三橋氏の動画内にあなた様が直接コメントするか、私ならコーチとしてここを修正するという内容なら共感しましたが、さすがに今回の内容は。でまあもうね、いい加減頭きたんで、こちらに対する返信は動画にて回答いたします。私のチャンネルではよくやることなのでの動画がこちらになります。でまあ、この動画を作るにあたってもう一回見直しました。でまず一番最初のコメントに対する、根幹を修正することはしませんと明確に伝えていませんでしたが、まあ、そこはちょっと分かんない、途中からしか見なかった。私が途中まで見てたんで、その途中からもう一回見直しただけなんですけど、でね、グリップ変えることは難しいですよって言ってますけど、右手のグリップ変えてんじゃねえかよ。右手のグリップ変えてて左手のグリップ変えない、じゃあ右手のグリップは根幹を修正することじゃなくて左のグリップが根幹を修正することなのと思ったんですよ。右手のグリップ下から持ってますよ、もっと手のひらがターゲット向くように握ってくださいって修正してんじゃん。何言ってんだよ、よく見ろよ。今日はどんどんこんな口調になってきます。うん。でその次何、コーチを生業としている他人の指導を当事者にその経緯や意図も確認せずに、なんでいちいちそんなことすんねん。なんでいちいち当事者にその意図とか経緯とか確認する必要がある。じゃあその動画を見ている一般アマチュアゴルファーの人たちはそこまで意図を汲み取って見てるのかっていう話なのよ。
私がなんでこんな批判動画悪霊としてあげたかというと、三橋氏のレッスンだけでなく、いろんなレッスンを見ておかしくなって私のチャンネルにたどり着いたっていう人が多々いるから、私はこういう動画を出してるんですよ。あれだってそう、右手グリップは直してるけど左手グリップなんか一切触れていない。あのクラブが寝る全ての原因はあの左グリップにあるのに、そこに触れないから私は悪霊としてあの動画をアップした。それが私が何年だ、長年ティーチングプロとやってきた、私もコーチを生業として、ゴルフを生業としてやっている人間、そしてこういうふうに YouTube で中高年ゴルファー、悩める中高年ゴルファーに向けての情報を発信しているチャンネル主としてあの動画をアップした。ムカつくな。だ、正当性ありますよ、あるからやってるの、私の中で。あなたがそう思わなくたって、そんなもん知ったこっちゃない。あなた様の価値観や正義が違うのであれば、それは尊重しますって。違うに決まってんじゃねえかよ、バカじゃないの。どう考えたって違うでしょ。違うからあなたこういうコメントしてきてんでしょ。私に物申すコメントしてきたんでしょ。全然違います。そもそもあの動画を見れば違うって内容がわかるでしょ。価値観、正義が違うって。私の正義でやってるんですよ、あの悪霊として。なんで左グリップ直さないんでしょうね、原因はあそこにあるのにねって。さ、三橋氏の動画内にあなた様が直接コメントする必要ないよ別に。私は三橋さんに言いたいんじゃなくて、その動画を見てる世の一般アマチュアゴルファーの方に向けて言ってるんだから。あれは悪霊だよ。あのスイングのパターンの場合、左のグリップに問題があるから、ここを直せばすぐ治るよって。見てるとこが違うのよ全然。私ならコーチとしてここを修正するという内容なら共感しましたもん。言ってんじゃねえかよ。私ならこれを修正するって散々動画の中で言ってるじゃないの。そういうことが、その私のあの悪霊として挙げた動画の中で、見て取れない人であるならば、もう私はもちろん言うことない。まあもちろんこの動画を最後にして、私はもうあなたに言うことない。別にあなたと分かり合いたいとも思わないし、あなたはあなたが好きな動画を見て、あなたはあなたが思うようにゴルフをすればいいわけだから。ただそのコメントでやり取りをしていても、あの全くね、話が通じないし、私が動画の中で挙げたこともあなたは へしまげて解釈しているから、このような動画をアップしている次第です。こんな動画アップすればね、いつも私の動画を見てくれてる人たちにすれば、それは胸クソ悪い動画になってるんですよ。それをもう覚悟して、たったあなた一人のためにこんな動画を私はアップする人間なんです。まあそれをもあなたは疑うというような発言をさ、多分されるとは思うんですけれども、私はそういう人間で、私はそういう趣旨でこのチャンネルをやっている。以上、まあ、あなたに言うことはございません。どうぞ楽しんでゴルフしてください。それもあんまその知らないな。はい、ということで、いつも見てくださっている視聴者の皆様、大変感情的な動画になってしまい失礼いたしました。まあこんなこともやっていくチャンネルですのでね、引き続きよろしくお願いいたします。またね、何これっていうようなの見たら、どんどん悪霊として上げていきたいと思います。まあそれが悩める世のね、中高年ゴルファーの方への、私なりのメッセージですから。で、先日のあの動画の中にも、スプリットハンドで練習してるけどチキンウィング全然治りませんみたいなコメントあったので、チキンウィング治んない人はね、左手グリップ見直して、左手グリップ直したらチキンウィングもね治りますから、やってみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださった方、ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。大変失礼いたしました。